一応フェイク入れるんで、辻褄が合ってなかったらスルーして。うちの夫は三兄弟の三男。三人とも結婚して子持ち。次男のところにも散々無部屋な思いをさせられたが、現在、長男家庭に大迷惑してる。義理兄と義理兄嫁は、共に有名国立大卒で社内恋愛結婚。ただ、義理兄が海外支社、義理兄嫁が本社勤務なため別居婚となった。お互いの実家同士は近いが、本人らは遠方に住んでる。結婚後、義理兄嫁妊娠、出産。義理兄のもと海外には行かず、実家にも帰らず、だが、義理兄嫁は家事が一切できないため、自宅に実母と旦那母、義理母を交互に予備校を預け即職場復帰した。その義理兄嫁と子が年末、義理実家に帰省するというので、先に海外から帰国していた義理兄に、義理兄嫁らを迎えに空港まで車を出してほしいと頼まれたうちの夫。夫らは空港から直接義理実家に行くというので、私と子供は電車で義理実家に向かった。義理実家に着くと夫が激怒していて、私の顔を見るなり帰るぞ。というので何事かと聞くと、義理兄嫁と子はインフルエンザにかかり、高熱多数嘔吐しながら飛行機でやってきたらしい。普通、家で安静にしとくだろ。と怒る夫に。だって、飛行機代もったいないし。ここに来れば、子供の世話は、義母に任せて義理兄嫁は寝せられるし。と、ヘラヘラして言う義理兄。何も聞いてなかった義理親も困惑していたが、追い返すわけにもいかず、看病し、見事に全員感染し、寝正月となった。即帰宅した私ら、一家は感染せず済んだが、義理兄から看病に来い。としつこく催促された。夫がぶち切れて断ってたけど、義理兄も大概だが、義理兄嫁の神経疑うわ。後付けだけど、義母は先日婦人系の手術したばかり。全員ダウンしてしんどい中、義母が看病&料理してたんだと思うと胸が痛い。看病に行ってあげたいとも思ったけど、両止めなので。うちも乳児持ちだしね。我が家の妊娠がわかり、義理親も喜んでくれてるところに次男から出る。彼女が妊娠したから結婚するわ、とのこと。彼女と別れたと聞いていたので、びっくりしたし、何より、予定日が我が家と同じだった。まだ、次男彼女と誰も会ったことがなかったので、一度連れて行くというので、義理両親&うち夫婦で待っていたが、時間を過ぎても現れない、次男に電話すると、あ、今日は無理だわ、ということが4回続いた。昨日飲み会で飲みすぎたから寝てた。彼女バイトは行ってたわ。彼女がつわりで寝込んでて無理。で、こっちもつわります最中なんだよ。それを押してきてんだよ。で、怒り狂うのと同時に、その都度、大量にご飯を作って待ってた義母が、処分としてごめんね、って言ってきたのが一番答えたわ。で、お腹が大きくならないうちに、と慌てて結婚式を挙げたんだけど、真冬に外でブーケトス&フラワーシャワーって、私は、室内で見て、たけども、みんな辛そうだった。何より、一番目玉が飛び出たのが、会場に大型犬がいたこと。次男彼女の愛犬で、この子も家族なのよ。と、連れて出たらしい。盲導犬とかではない。犬同伴 OK な式場を探したので、もちろんちゃんとしたところはなく。バスへの、そういうホテルのようなところで、親族控え室も一部屋しかなく。両家招待客多数犬で式を待つ羽目に。赤ちゃん連れの人は噛まれないかヒヤヒヤしてるし、妊婦、私含めも飛びかかられたり、何か菌にでも感染しないかと思ったり、誰も心から祝える気持ちじゃなかった。